ナディネ・ケスラーはドイツ・ラントシュトゥール出身の元女子サッカー選手。現役時代のポジションはミッドフィールダー。2014年度にフィファ女子最優秀選手賞と UEFA 欧州女子最優秀選手賞を受賞している。1988年4月4日にラントシュトゥールに生まれる。年少の頃は少年サッカーチームでプレーしていた。2004年16歳の時に 女子チームである 1FC ザールブリュッケン2移籍。主力として2度のブンデスリーが2部の優勝に貢献した。2009年から2011年には 1FFC トゥルビネポツダムに在籍し、2009から10シーズンの UEFA 女子チャンピオンズリーグ優勝と2009から10、2010から11シーズンのブンデスリーが優勝を経験する。2011年からは、 VFL ボルフスブルクでプレーしており、UEFA 女子、チャンピオンズリーグ、ブンデスリーガ、DFB ポカールを、それぞれ2回優勝している。2014年度には、FIFA 女子最優秀選手賞と、UEFA 欧州女子最優秀選手賞を受賞した。2016年4月14日に、現役引退を発表した。2003年から2008年までの間、 ドイツの年代別代表に選出されていた。フル代表には2010年のアルガルベカップで初選出され、デビュー戦のフィンランド戦で代表初ゴールを挙げた。2013年の UEFA 欧州女子選手権では守備的 MF としてチームの優勝に貢献した。2015年の FIFA 女子ワールドカップカナダ大会では怪我の影響でメンバーから外れた。 ありがとうございます。